お待たせしてすみません。私、国立情報学研究所の横山と申します。ですね、普段はこの研究所で、教育クラウドとそれから研究クラウド、2つのクラウドを運用しているものです。なので普段こういうところではしゃべらない人なんですけど、多分ここ呼ばれたのは、呼んでいただいたのはですね、まあ、こういうアカデミックな一コミュニティの中で活動している人間で、なおかつ、オープンスタックのコミュニティの中でも活動しているっていう人がですね、これ問題なんですけど、今少ないんだと思います。で、私みたいな変なおじさんが出てくるという感じになってます。多分、さっきのマークさんの話もありましたけど、どんどん変わると思うんですけど、今そんな状況なんで、今日は、こういうエデュケーション&リサーチ・オン・オープン・クラウドという変な英語題で話させていただきます。それで、さっきのマークさんの話は結構グローバルで、スケール大きい話だったんですけど、私の話はですね、この一般論するんじゃなくて、私の、半径10メーターぐらいの世界、NIAでやってる、話を少しさせていただきます。で、そういうタイトルした理由なんですけども、オンの部分ですね、オープンクラウドのオンの部分で、2つの意味があって、1つが、クラウド上での教育と研究という話、それから、に関するという、クラウドに関する教育と研究。まあ、手段と対象というので、これ4つ、お話ししようと思って、まあ時間ちょっと申してますので、どこまで喋るか分かりませんけど、ライブのでもできるか分かりませんけど、一応やってみます。で、これ1、2、3、4の順番に喋ります。まず、さっきも言いましたけども、自己紹介ちょっとだけやります。クラウドスタッフを運用してます。で、今日は、その NII の事例を紹介します。で、何を言いたいかというと、まあ、今日 の、 タイトルがですね、オープンスタック、ビジネスレディー、確かそうですね。なので、一応アカデミックレディー、オープンクラウドと一応汎用化してますけど、オープンクラウドテクノロジーアカデミックレディーを喋りたい。で、しかもこれ今レディーっていうか、もう ずっと前からレディーでしたという話を伝えます。で、まず NII 国立情報研究所って何って知らない人も結構多いと思いますので、申し上げる。もちろん研究所なので、研究やってます。情報学の研究やってますけども、プラス大学共同利用機関法人なので、という共同サービス、利用サービスをやっています。で、分かりやすいのは下の方のネットワークですね。サイネットという学術用ネットワーク、高速で、まあ、セキュア。それから、認証の連携やってます。シブレス対応ですね。SSO。それから、一番上ですけれども、いろんな学術のコンテンツ、論文ですとか、書籍ですとか、そういうコンテンツのサービスをやっています。でまあ、今日お話しするクラウドも始めています。で、私が運用しているのは2つあるんですけど、1つは教育クラウドで、これが3年ぐらい運用してまして、ですのでオープンスタックなかった時代なので、ユーカリプタスで運用してます。で、今でもそうしてます。それからもう1つは去年の7月から運用してます研究クラウド。これは、オープンスタックをちょっと改造して作ったものです。で、運用しててですね、オープンクラウドはレディーなんですけども、オールモスレディーで、結構危なかったというか、いろいろ寒い体験しましたというのを、その一つをですね、ご紹介すると、教育クラウドの上で、東大の学生さんのプロジェクトやってたんですけども、その上で負荷試験を実施してました、こういう構成で。で、中間報告会があってですね、それの、2日くらい前かな。に夜中までみんなでやってたんですけど、まあ、分散でですね、クラウドですから。で、家とか、ここでから入ってやってたんですけども、私もその、家からやってまして、まあ、夜中の2時ぐらいですけど、どんどん負荷かけてたんですよ。そのうちにですね、このマシンが目の前でどんどん消えていきました。本当になくなっちゃって、何が起こったの、誰か何かしたみたいな話になったんですけど、いや、まあ、誰も何もしなくて、やったのはユーカリのクラウドだったんです。まあ、ユーカリが悪かったわけじゃないんですけど、実際に後で分かったんですけど、ユーカリの中のネットワークのですね、コントローラーのところに負荷をかけすぎて、そこの、ドライバーのバグがあって、ドライバーのバグをきっかけに、ユーカリがどんどん、マシンをターミナルするという現象が起こったんですけど、まあ、こういう出来がありました。まあ、最近では別の話ですけど、入ってないですけど、仮想ネットワーク使ってます。で、オープンフローのネットワーク使ってるんですけども、ハデプのクラスターを20個ぐらい教育のために立ち上げてやってるときにそこにも負荷かけたら、このオープンフローのコントローラーが
ちょっとおかしくなってですね、マシンじゃなくてネットワークがどんどん消えるというのを経験して、これは土曜日の昼下がりの寒い体験です。まあ、こういうのやってましたで、2010年か2009年の年末ぐらいにですね、ちょっと思いついて、ユーカリのバグフィックスしたりですね、機能拡充してるんだけど、ユーカリのコミュニティって当時が、まあ、あったようななかったような感じ、今もあれですけど、どんどんこう、そういうのを、コンティビションしようと思うと、なかなか受け付けてないと、彼らのそのビジネスとのコンフリクションかな、もあって、っていうのがあって、悩んでたんですけど、考えて、ある日、朝思いついて、そうだ、同じような悩み持ってる人いるかもしれないと。ユーカリを、使ってクラウド作ってる人と組んでユーカリに行こうみたいな、なんかそんなこと思ったんですね。で、NASA の、エインズで、ネイビラクラウドっていうのがあるか知ってたんで、じゃあ NASA に行こうと、ちょうどいい、何がちょうどいいか分かりませんけど、思いまして、で、セッティングしていただいて訪問しました。で、その時ここに書いてある通りですね、ユーカリのジョシュアって今ピストンの CEO かの彼のブランチ、こっちのブランチをなんか押し込もうよみたいな話をしに行ったんですけど、当時も、この2月の時点で結構ユーカリから離れかけてたのもあって、まあそうはっきり決まってなかった時期だったんですけども、そういうのがありました。なので、この、すぐにやろうと言ってた、本当にやりたかったことは、彼らはほぼはやりたくないというか、もうその気なかったですね。で、その時ですね、こういう寒い話をしまして、わかりますかね。いいブランドがあってますよね。NASA ネバー。で、で、なんかやろうよって話をして、まあ、これは、できなかったんですけども、もう一つ、共同実験やっていただきました。で、こちらのクラウド、まあ、後でご紹介します、教育クラウドと、タイヤのニューグランクラウドとの間で、アプリケーションの総合管理というのをやったのが、10年の3月から6月。で、6月にNII のオープンハウスがあったら、そこで、プレスリリースとかデモとかやったんですけども、彼らの、ですね、このアプリケーションを、こっちからこっちに移行して、我々のアプリケーションをこっちからこっちに移行して、両方とも動きました。それも苦労しないで、メールのやり取りだけできましたというのをやりました。で、ビデオがあるはずなんですけど。テレスコープのほうにマネージャーが送ったもので、この皆さんのコードを使って、これ向こうの方のデモがかっこいいので、向こうのデモを我々のクラウドに動かして、火星の情報の皆さんの情報のプライスクールのアプリケーションです。By developing systems in this way, we're able to reuse work and to allow scientists and researchers to use systems built to expose the data they collect and process.Without having to develop new IT systems for themselves. こんなのやってました。で、その流れで、ですね、まあ、ユーカリは我々使ってるんですけども、プラスオープンスタックのコミュニティの中でも活動しようよということで、しばらく NASA と一緒に、共同研究、共同でやるつもりでですね、こういうことを始めました。で、我々できることっていうのは外側なので、コアじゃなくてですね、外側のデプロイメントツール、ノーバーとかオープンスタックをデプロイするのが大変だったので、それを早くやろうという話をやりだしまして、それを発展させて、今は後でご紹介するクラスターサービスっていうのを作って、土台っていうのとコロニーっていうプロジェクトを走らせてまして、土台の方は、まあ、ノバのベアメタル版に相当しますので、コロニーの方はスイフトのですね、広域分散版に相当します。なんでこんなことやってるかっていうのは後でお話します。で、これが、あとオープンスタックの関係で言うと、2つ目のデザインサミット、まあ、1つ目は、オースティンに確かあったんですけど、まあ、オープンなデザインサミットとしては最初の、もうサンアントニオだったもので、喋った話です。この当時本当に、メールとかオンラインでなかなか頼むセッションもらえないので、その実際行ってからですね、当時リーダーだった方に隣に座ってやらせてよと言ってやらせてもらったセッションです、その時にですね、そのデプロイメントツールが、どういうふうにしたいかという話で、今エデュケーションクラウドを有害で作ってるけど、これを、リサーチクラウドにしたいし、それリソース共有したい、こういうのやりたいですという話をして、これプールを持って VLAN で切って、
動的にそれぞれのクラウドを作るんだみたいな話をして、でそんなのできてるのかって聞かれて、いやできてないって言ったのが分かりますけど、これから作るのっていう話です。今日はだから今できてるので、2回ぐらい前のデザインサミットでできてるよって報告しました。でそういう経緯で、オープンスタックに NII ちょっとカンパニーっていうのはあれですけど、NASA の隣に入ってます。で、流れで、この、 日本オープンスタックユーザー会の方の方にもお世話になってて、ほとんど何もしてないので、多分仕事だし仕事は今日初めてこれやってるのがそうなんで一組やってます。はい。で、順番、さっき4つのやつやりますけど、教育、クラウド上での教育です。で、まあ、中身はエッジベースクラウドです。で、これは特に IT 教育用のプラットフォームでして、普通のクラウドプラス4つくらい特徴がありまして、占有できる、基盤とかの改造とかどんどんできるようになってまして、気軽にしないでできる。それから、オープンソースなので改変できる。それから、まあ、Amazon 等の他のクラウドとも連携できる。それから、このクラウドの外に、マシンイメージとかそういうものを、保存できてリストアできる、そういう機能を持っています。でこれさっき申し上げた寒い経験したプロジェクトですけど、実践工房という PBL の、コースがありまして、そこでビヨンというプロジェクトを一緒にやってたんですけども、これが何かというと、Java のアプリケーションを、そのままクラウド化するという感じで、テラコッタっていうのを使ってやってました。で、夏の段階ではそういうので、クラウドがなかなか大変だったんですけども、それを修正しまして、あとは十分使えるようになって、最後まで走りましたっていうので、これもビデオあるので、学生さんでもこういうことできますということですね。このグライダーっていう負荷ツールから負荷をかけて、で、こちらの方に、これ実際のアプリケーションですけども、オンラインテストのアプリケーションに負荷をどんどんかけて、それでも、アプリケーションサーバーが足りなくなったら、自動的に、そのビヨーンというミドルウェアが、マシンを増やして負荷に変えますというところをやりました。それから次が講義なんですけども、社会人用の、IT 講、の教育プログラムでトップ ACってありまして、そこで、やってます、実証モデル検証とかいろんなところでですね、デスクトップをクラウドの中に入れて、まあ、先生方が簡単に、そこの中に教育用のコンテンツを入れておける、ツールも入れておける、受講生は自分用のツールを完全使えるというのをやっています。これが AWS クラウドの構成でして、ユーカリが15本あります。でこれ1本完全に壊せるので自由なくできるというのがあります。それから、そういうミニクラウドと言いますけど、ちっちゃなクラウドが15本、それからアーカイブというのは先ほど言いました外出しの部分ですね、があります。こっちですね。で今日ID 管理は教室に入れるだけでやってて、ここに管理、ここの ID とこの中のクラウドの ID が紐付けられるというふうになっているところです。ですので、こういうのを、3年ぐらいやります。あ、で、デモンストレーション。ライブでやりたいんですけど、ですね。これは何かというと、ここ15本教育用のクラウドあるんですけども、こちらの研究用のクラウドなんですが、同じ色塗ってあるのはですね、ここに16本目の、教育クラウド、ユーカリが載ってます。下はオープンスタックなんですけど、上がユーカリになっている、2段構造になってまして、でここの上に、アプリケーションがあります。これが、クラウドのクライアントでして、で今この一番上のですね、121番についている、この部分のこのマシンが、お見せしたいアプリケーションの走っているマシンです。まあ、中入っても仕方ないんですけど、まあ、普通にこう、なんかこの上に、パペットと Ruby on Rails とか動いてて、で、こいつにですね、アクセスすると、これが実際の今の、ところなんですけども、後でご紹介する土台デプロイっていうのがあって、この中に、ターゲットのマシンを選んでデプロイメントができる。オープンスタックでも、ハードプでも、まあ、UI でも、OK というふうになっています。で、ターゲットのマシンで今、ここに多分設定してあるのが、サクダって書いてあるんですけど、これはサクダの
インターネットさんのですね、石狩のデータセンターの中のマシンを買いまして、そこにつながってます。で、そこにサイネットと経由でつながっていて、そのマシンと、あとでご紹介した研究クラウドがつながって、こういうクラスターの中にデプロイするという感じのことができるんです。それから、もう一つ、教育クラウドのデモですけど、これは裏側というか、運用側の話なんですが、日々、普通にメールでアラートのメール受け取ったりしてますけど、プラス、俯瞰しないとたまらないので、これ1本がさっきのミニクラウドに相当してて、1個の箱が、マシンのノードでして、このちっちゃくピッてあって色がついてるのが中の発送マシンの数とかで、ここ混んでますよね。長さは怖さを表してるとか、それからインシデントが何個上がってるのかマシンとか、いろんなことが分かるって、あと色はですね、温度ですね。夏になってくると本当に赤くなります。はい、こんなことやってます。次、クラウドに関する教育です。これは一つ例として、トップ SE という社会人向けのエントランプな、コースですね。大体5年から10年ぐらい経った方々、の、ための教育コースで、こういうのがあります。トップ SE というのがあります。で、1年間のコースなんですけども、いろんなコースがありまして、ちょっと尖ってまして、形式手法系の話とかですね、上流に特化してて、あとクラウドも昨年度から作りました。で、クラウドの中の話をさせていただいて、いろいろ話で、もう一つは、ですね、クラウド基盤構築演習っていうのをやってます。これは、すいません、オープンスタックのクラウドを作るんじゃなくて、今は、自分たちのベースになっている、誘拐の、を例にして、講義やってまして、まあ、誘拐だけじゃなくてですね、そのいわゆるクラウドの基本、クラウド用はいろんなインフラ技術の集大成なので、それを個別に、まあ、復習してもらって、で、実際誘拐にも作ってもらって、体験してもらうというのをやってます。で、これ自体は、研究クラウドの上にですね、KVM を2段重ねして、まあ、その誘拐の、クラスターを各自に1個ずつ持つみたいな、そういうことをやってます。もう一つは、クラウドの実践演習っていうのをやってまして、これは、さっきの、こちらの方はですね、自分がプライベートクラウドの構築者になるというそういう体験なんですけども、こちらの方は、クラウドアプリケーションを運用している立場に運用者の、体験をするということになってまして、実際各、まあ、グループでやるんですけども、グループの人が、自分の、グループの中でウェブのサービス立ち上げて、それをとにかく運用している。で、講師の方はいじめる、負荷かけるし、インシデントを無理やり起こして、それに対して、まず最初は人手で対応してもらって耐えられるか。その後は、それ大変でしょ。だから、ここのところですけど、プログラムしましょうよというのをやって、そういうアプリケーションの、運用のアプリケーションを書くような体験をするのをやってもらいます。あと、これさっき付け加えたんですけども、トップ SE っていうのは1年間の講義なんです、コースなんですけども、講義以外に修了政策、まあ、卒業政策でもいいですけど、をやってます。で、つい先週の金曜日に発表会があって、今それで今朝届いたクラウド関係の、修了政策で、またこれドラフトなんで出していいってさっき聞いたらいいって言ったので出してますけど、本人はこの人ですけど、何かと言いますと、ですね、まあ、普通、オープンスタックでも誘拐でもそうですけども、物理マシンのどこに仮想マシンを配置するかというアルゴリズムいろいろありますけども、そのアルゴリズム自体がそのリソース側というか、運用側の勝手に決められているというのが多くて、アプリケーションの都合を聞いてよという、そういう発想ですね。だからアプリケーションの方の事情を言うと、アプリケーションの事情も聞いて配置してくれるアルゴリズムを考えました。例えば、性能を出したいので、同じ物理マシンに置いてよとか、ネットワークの関係で、あるいは逆にディスクをアクセスするので同じマシンじゃ嫌だとか、可用性を高めたいので、このデータベースのインスタンス2つは別々の物理マシンに置いてください、そういうことを言えるようになってまして、それを制約を満たすようなエンジンを呼んで、このエンジンから答えで配置するみたいな、そういう話です。オープンスタックの方でも最近 VM アンサンブルというのがあって、まあ、可用性を高める部分でやってますけれども、それのまあ拡張を何とかしようという、そういう試みです。あと、社会人の教育だけじゃなくて、まあ、大学院ですね、大学院、特に、まあ、マスターの人たちを対象にした、今年度から始まっている、
NBIT、愛称 NBIT で長い名前が実践的教育情報教育共同ネットワークというのがありまして、ここに4分野書いてあるんですけども、クラウドコンピューティングがありまして、まあ、ここで主に使っていただきます。でクラウドの研究、クラウド上の研究ですけど、これも対象は NII の研究者がクラウドを使って研究をする、あるいは NII の研究者のための、クラウド環境です。で、それグリーンっていう名前にしてあるんですけども、これをご紹介します。で、その背景ですが、まあ、基本的に所長に言われたんです。横山さん、教育クラウド作ったよね、研究クラウド作ってる、そういうことですけど、彼は何が、やりたかったかというと、バラバラにその研究者たちがクラスター持ってると。で、買うのも、オーバーヘッド大きいけども、運用もなんかみんながやってると、学生使ってたりするし、研究者が自らやってたりするし、それは無駄だろうと、集めろと、横山みたいな話になって、作れる。で、まあ、研究者は正直言ってあんまりこうメリット感じてなかったと思うし、今でもあんまりないかもしれないです。で、まあ、所長からすると教育クラウド作ったんだから、作ったら終わりっていう感じだったんですけど、そんなことなくてですね、結構やっぱり研究用のクラウドと教育のクラウドは違って、研究者の方は安定的な性能がないとダメなので、あまり仮想化とかやってほしくないみたいでした。それからすで、にクラスター持ってるので、それ捨ててクラウドに行きなさい、誰も来ないので、既存の計算技術と接続するの上手にやらないと誰も使ってくれないというのがあって悩みましたけども、一応ですね、やったつもりで今使ってもらってます。で、これはまあそれまでの状況で、これは個別に作っている状況、それから、教育クラウドとかの IaaS 普通に使ったらいいじゃないのっていうのとあって、両方とも、まあ、うまくいかないですよね。上の方はそのさっき所長が言った状態を出せないですし、下の方は、研究者が欲しい環境にならないですね。なのでどうしたかというと、CARS という名前変です、あんまりもっといい英語のいい上手じゃないので英語を上手い人が決めてくれているんですけど、クラスターをですね、こういうマシンプールから動的に切り出して、この上にさっき言いましたオープンスタック作るとかハドプ作るとかいうのができるような、そういうサービスを、まあ、クラスターをオンデマンド作るサービスというんで、クラスターのサービスというのを作りました。あ、発送しました。で、これどうやって動くかというと、まあ、クラウドの標準化の話あるんですけども、それ自体は大変だと思うんですが、すでに下から言うとですね、横につなぐんじゃなくて縦にこうつなぐと、一番下のところって割とこう標準化されてます、それなりに。なのでここから積もうという発想ですね。で、この、仕様を使って、ベアメタルのクラスター作って、その上にオンデマンドで、IaaS とかパースとか作ると。でもちろんこのベアメタルで作ったのと同じようなことがですね、バーチャルマシンの上にできますので、IaaS の上にパース作るときも同じように使えますという原理ですので、そういうものを考えて、で土台っていうのはそれ実装例でして、今GitHub とかに置いてあります。ぜひ、使ってみて、まあ、眺めてみて、よかったら使ってみてください。で、それを使うと、オンデマンドでオープンスタックとか、ハドゥプとか、ユーカイとか作れます。で、どういうふうに作ったかというと、この2層がありまして、下の方の層は、ベアメタルのサポートされたノバ。上の方は、元々パペットを使ってデベロップツールを作ってたんですけども、それを、汎用しまして、ここは対象はオープンスタックだけだったんですけども、ハルとかファンも対応するようにしまして、そういうフレームワーク化したのがこれです。なのでこの2つ合わせて、クラスターとサービスというのができます。で、それを使って実際の、所長に言われた研究クラウドを作りまして、7月、昨年7月から、使ってもらってます。で、既存のクラスターとこの研究クラウドの中の、作ったクラスター、オンデマンド作ったクラスターをつないで、これで一つの研究室の、環境になります。で、まあ、こちらに、でかい、NFS サーバーとかもすでにあって、データが溜まってるんですけど、それ持ち込まなくても、ここをカチッとつないで、こちらの方に計算処理させて、いらなかったらここだけ捨てると。グニーと伸ばすと言って、グニーと。でここのところでオープンフローのコントローラーを使ってまして、さっき2つ目の寒い体験でご紹介しましたけども、そのここは研究用じゃなくて、さ教育クラウドの16番っていうのも実際に17番だったんです。17番でハッチの上にハルコを乗せているときに、ここのところで、変なことがいろいろ起こりました。ここをうまく作るとですね、複
数の、オープンスタックとかユーカリが同居できるようになっています。で特徴は、まあ、こう伸ばせます。天気グループごとに既存のものからこうジグニーと伸ばせて、あとはこういうものが載せられます。それから、まあ、オブジェクトはもう一応スイフトで置いてあります。はい、利用例ですけども、さっき言いましたあのこういう教育用にたくさん使っているもの以外にも一応研究所の中で、研究者に使ってもらっています。で、研究クラウドちょっとあの進展しまして、さっきまで固定的な15個の壁があったやつを動的に動かせるというふうになってまして、エラスティックなユーカリとかエラスティックなオープンスタックができます。あ、壁もそうですけど、それからその他にはオデストアを1個置きました。あ、で、これもこれが、実際グニーの GUI でして、で、ここに並んでいるのが、作っている研究グループごとのクラスターですね。これリアルなものです。あのさっき の,、あのデモ教育カードでもお見せしたのはこの16番というクラスターの上に乗っかっている、ユーカリでした。なので、これ小さくて申し訳ないですけど、これが、構成しているノードで、ここにあのユーカリご存知の方あんまりいないかもしれないですけど、CLC っていうこれヘッドで、まあ、いわば NOVA API になる。そこが、NOVA ネットワークかな、そうそう CC、クラスターコントローラーって、それからこう NC っていうのは NOVA コンピュートになるところですね。それがこう並んでまして、この上に、上にユーカリが載っています。あ、でこれは学人に対応してまして、学人の ID 持っている人がここに、登記されると学人の ID で、全部使えるようになります。最後ですけど、クラウドに関する研究というのは、これもあの我々やってる研究というか、私のすぐ近くでやってる、私も含めてやってる研究でして、特にインタークラウド基盤というのをやってます。それこそ、2年前の、昨日ですけど起こって、その後いろいろありましたけど、結局電力の問題があって、地震ではこのクラウドはもちろん問題なかったんですけども、電力の問題があって、その時そんなに必要なのかって話もあって、止めざるを得なかったっていうのがあります。で、まあ、1ヶ月ぐらい止まったんですけど、本当ユーザーの方に迷惑をかけて、なんとかしないといけないっていうのがありまして、そういうのもあって、このインタープラット基盤っていうのは今考えています。で、その研究目的はアカデミックコミュニティクラウドでして、自分たちのアカデミックコミュニティの中でのクラウドの融通というのが一つありまして、それからプラスもちろん海外もあって、パブリッククラウドというか、商用側もあるんですけども、それが、ここは今、サイネットはネットワークとしてつながってますので、さっきご紹介したような感じで何社かつながってますので、それも使えるんですけども、まずはここの中で何とかすることを考えようというのがあって、それの中の、ハブになるものとして、インタークラウド基盤というのを、考えています。でこれがあれは、まあ、目指すところ 2B なんですけども、今はですね、こんな感じで、各大学でいろんなクラウド、ここに今書けなかったものもいっぱいありますけども、サイネットとかでつながってまして、 NIA もやってます。先ほどご紹介して、それから、パブリッククラウドがサイネットはパブリッククラウドに何社かつながってます。で海外とも一応ネットワークつながってますけど、まだクラウド関連系は私はやってないです。でそれでこの間の実証事件がいろいろ始まっている状況ですね。で、まあ、この絵にちょっと天気図みたいなものを考えると、こんな感じなんですね。これ緑は、まあ、ユーカリの意味です。で赤が、オープンスタックの意味です。でこんだけなんですけど、こんな風になるんですね。あれこれはクラウドスタックさんを使っているアカデミックなコミュニティとか大学が多いです。なので、私がここに行っている理由はですね、これ赤いの少ないからです。多分他に赤いのだったら別の先生が来ると思うんですけど。はい。でですね、どんなふうに考えているかと言いますと、ですね、既存のアプローチ、普通のクラウドの連携をやろうというときにやる話としては、クラウドの A、クラウド B、例えばオープンスタックとクラウドスタック、
の間でリソース共有しましょう。でその間の、クラウドの標準化が必要ですねと言って、ここにまあ、グルー的なですね、ノリ的なソフトを作ってつなぐみたいな話があります。でこれはこれでもちろん最終的にこうなるんだと思うんですけども、時間の回想論っていうのがあって、ちょっと別の考え方をしました。でまずハードウェアを運用しているところと、ここがくっついてるんですけど、普通は離したいと。でハードウェアはハードウェアで管理してて、でその上にクラウドをオンデマンドで作ればいいじゃないかという話で、この場合ですと、例えば、この間でですね、DR っていうか、災害用の対策したいので、クラウドを、拠点をまたがって作りたい場合は、この2つのハードウェア運用者の間で、両方にリソースをもらって、そこにまたがるようなクラウドを作ればいいんじゃないか。あるいはクラウド A が例えば、狭くなって、オープンスタックがもっと大きいオープンスタック欲しい場合は、このハードウェア2の方のリソースを借りて、このクラウド A を伸ばせばいいんじゃないか。そうすると、今までと同じ環境が、大きな環境で使えるようになるという、すごい単純な発想で、要はハースを、広域網に広げればいいんじゃないかという発想ですね。で、やってます。で先ほどここが研究クラウドでいうと各研究室のクラスターで、こっちが、研究クラウドなんですけども、もうちょっと広域になる立場がちょっと逆になりまして、研究クラウドはこちら側に来ます。 NIA のクラウド、それから例えば北海道大学さんのクラウドとかがここにあって、でここはクラウド基盤のコンピュートでして、それを、足りなくなったらこっちにグニッと伸ばすというふうにします。そのコンピュート側はそんな感じなんですけども、あとストレージ側はですね、これは広域に伸ばした方がいいというので、広域に対応した、SWIFT を作っています。あたかもローカルな、ところにあるようなオブジェクトストアのように使えるというのを作っています。あ、本当この連携で書いたのはあれなんですけど、何かというと、各大学さんが直接連携するよりは、そもそもグニッと出先があるんだから、出先はもう隣にいるので、隣にいるところ直結しちゃえばショートカットしたら便利じゃないという、そういうことで。で、一番右にありましたオブジェクトストアですけども、SWIFT はまあローカルにありますけど、プラスこの青い部分がコロニーで作っている部分でして、SWIFT for インタークラウドということで、まあ、ここのローカルな SWIFT を使っているユーザーからすると、ちょっと別 の, コンテナ、まあ、フォルダーに物を置くと、こちら側に押して、それは、3箇所の3箇所で分散されて、地域的に分散されるので、どこかが使えなくなっても大丈夫。さっきの、2年前の経験でいうと、関東地域の電力が使えなくなってクラウドを落とすんだけれども、こちら側にその時のマシンイメージが落ちているので、北海道で例えば立ち上げる、そういうことが可能になって、一応サービスの継続もできるというのを狙っています。まあ、すごい大きなクラウドレベルでいうドロップボックスみたいな感じで使っていただくことを想定しています。ここがマイドロップボックスで、そこに重要なデータを置いていただくと、どこか他からでも取れる。しかもキャッシュが切れて早いと。で、その土台ところに2つつなぐと、こんなアーキテクチャになってまして、必要な時にこういろんな場所のリソースを集めてクラスターを作って、アイアスを作って、自分の好きなアイアスですね、まあオープンスタックでしょうけど、それを作って、コロニーにあるマシンイメージから外に起動してサービスを始めるということができるわけです。で、まあ、もちろん学術用のコンテンツはコロニーに貯めてあって、必要なものは僕が取っていくというようになります。でこれで3つ目のインタークラウド基盤ができまして、まあ、基本的に同じような感じですけども、土台をこう広域にしてあって、下にサイネットと学人がつながってて、でクラスターをオンデマンド作る。まあ、これ実験中です。で、これでライブデモができる話なんですけど、まだ時間に。何をやるかというと、国大の方で、例えば大学だとよくある話で、計画停電といって、1日電気が来ない。で、データセンターで、データビルでもそうなので、本当に落とすしかないんですけど、そういう場合、1日ほど止めるっていうのはできないになると思うんですね。そういう場合の話として、一回こう逃げるんですが、まあここが元で、ここにオープンスタックのクラウドがあって、サービスがこの上に動いたとします。で、それを、まあ、計画停電が分かっているので、必要な情報を全部コロニーに落とします。オブジェクトとか、ボリュームとスナップショットとか、それからユーザーのデータベースとかですね、ユーザー情報ですね、誰がこのクラウドをどう使えるかって話とか、
それから、ここのクラウドを作った、オープンスタックをどう作ったかという設計図、プロポーザーといいますけども、それを、落としております。で、こちらの方でオンデマンドで、例えば、研究クラウドですね、でオンデマンドでリソースを取って、そこにこのオープンスタックの設計図をもとにオープンスタックを作って、そこにこのホロリーに溜まっている必要な情報を、リストアする。そうすると、こっちのサービスとこっちのサービスが、こっちを止めても、こちらが来てもらえば、